第6試合は必殺女仕事人異次元技刀対決と題してお送りします。まずは赤コーナー全日本女子井上京子選手です。いよいよ武道館大会やってまいりました。はい、いよいよ、ね、武道館来ましたけど、自分はねこの武道館で試合するのが夢だったんで、井上京子のファンの人もそうでない人もやっぱプロレスの楽しさを教えたいと思います。なんか嬉しそうですけれども、はい、相手は今日はカンドリですよ。はい、そうですね、まあ問題ないでしょう。おお今日はいつも通りの井上京子のプロレスやります。よし、今日も行くぞ。はい、そして青コーナーは LLPW のカンドリ忍選手です。さあ、この間北斗晶との戦いもありましたけども、今日は井上京子を迎えます。分かってんだよ、そんなこと。もう試合前なんだよ。かなり試合前から興奮しているカンドリ忍選手です。第6試合必殺女仕事人異次元技刀対決、60分一本勝負を行います。青コーナーレディースレジェンドプロレスリング168パンス、カンドリー忍。赤コーナー全日本女子プロレス175パンス、井上京子。レフリー村山大地。さあ、武道館常連戦もいよいよ後半戦突入ということになりました。第6試合必殺女仕事人異次元技刀対決と題されました。このシングルマッチ、井上京子対カンドリ忍というですね、斉藤さん、はい、まさに異次元、ね、どうなってしまうんだろうというこの一戦ですけれどもね、はい、さあ今ゴングが打ち鳴らされました。そして放送席なんですけれども、この試合のゲストは先ほど大暴れしてくれましたイーグル澤井選手です。イーグルさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この対決ですけれども、イーグルさんも楽しみにしてたみたいですが、はい、すごい楽しみにしてました。どんな試合になると思いますか。いや、予想つかないですね。あー、トラゲット。いやー、いきなりラリアット。おっと、ハンドリー怒ったか。怒りのハンドリー怒ったか。ロープに振って、いやー、ラリアット返していったか。ピリピリとした、ピリピリとした展開で危ない。いやー、パワーでは劣ることがないこの井上京子。おっと、なんと、おっと、ハイジャックバックリーが、パワーでははるかに井上京子選手があると思います。ありますか。一般的には、はい、井上京子はテクニシャンと言われてますけど、実はパワーファイターなんですよ。そうですよね。なんか持ち上げたりする力がすごい強いって言いますから、いやー、それにしても驚きました。この、いや、何かこう劇的な幕開けというのは。いや、先ほどあれですけれども、京子コールをつまんなそうに、うん、ふざけんなよって顔で見てましたからね、はい、カンドリ選手。いや、それにしても京子、もうプロレスで真っ向から畳みかけてきましたね、頭ね。さあ、そして、リング中央、ご覧のように高々と吊り天井。さあ、カンドリが後手に回っているこの状況ですけれども、そしてそのまんま、サバ折りの状態。まだ序盤戦ですから分かりませんけどね、はい、今日の井上京子は華麗な技よりはこういう割と密着した締め技っていうんですか、ね、それでカンドリ選手を、仕留めるというか、そういうふうに考えてるんじゃないですか。なるほど。ご覧のように今井上京子、序盤戦からぐいぐいとプロレスの技で攻めていこうという感じの戦法でしょうか。おっと、おー、コーナーに叩きつけたカンドリがもんどり、あーっと仁王立ちした後、藤原バリの一本足突き、そしてあーっと、アリアット、ガッツポーズ。カンドリさん、怒らせると何するか分かんないんで、怒らせると今怒っちゃいましたか、イーグルス。怒っちゃったんじゃないですか。顔が怖いですね、相変わらず。怖いですね。イーグルス、カンドリ試合前の表情とかってのはどうだったんですか。
試合前ってのは。試合前も怖いですよ。いつも、いつも怖い。いつも試合からリングから離れるとすごい優しいんですけれども、やっぱり試合前とかはテンション上がってくるともう誰も近づけない。今日の武道館大会なんかやっぱりこれ大きな大会ですから、いつも以上になんかそういうのありました？私寄らなかった。寄らなかった怖いから。すごい、触らぬ神にってやつですねこれは。いやしかし井上君、おー、ここは危ない。腕不思議逆十字、しかし必死にこらえる京子。自分の腕を取って、いやこれ外れてしまったよ ね、 そうですね。もう伸びちゃったらおしまいですよね。うまい。この辺もまさにサブミッション地獄、何かあり地獄のようにどんどんと吸い込まれていってしまう、そんな感じがいたします。井上京子選手も前一度当たったことあるんですけど、はい、結構大きい選手ですよね。そうですよね、現状としてみんな大きいですけど、大きい方ですよね。そうですね。あとびっくりしました、厚みがあるんですよね。そう、体格がいいですよね。すごい、先ほども軽々とカンドリーを持ち上げましたからね。まあ異次元って言ってますけれども、喧嘩っぽい井上京子も今日は見たいような気もしますね。そうですか。先ほど斉藤さんが言われたように、京子はこうやった密着技でかなり攻めていこうという。でもこれはカンパーナへの動きの始まりですから、はい、このままね、おっと持ち上げた。相手がいかにカンドリー忍でも、私は私のプロレスをやるというような、はい、いやカンパーナで軽々と、やっぱりカンドリー選手がああいう技食らうのってあんまり見たことないですもんね。似合わないっていうか、はい、いこの後が怖いですね。この後が怖い。何で返すかわからない。関節は結構痛い、もう分かんない方が持ってます。なるほど。またね、どういった体勢からね、入ってくるかというのも、どんな体勢からでも入れますよ。この技は非常に新しいですよ。今までこういうかけ方を井上京子選手したことないですから。そうですね、カンドリー用には研究してる、ね、そうですね、新しいもの持ってきてますね。はい、まあ、カンドリーの方はですね、一方この井上京子全くこう、まあ、眼中にないというか、そういった発言が非常に多かったわけなんですけれども、この試合実際肌を合わせてみて、今どんな心境で戦っているんでしょうか。うん、難しいですよねこの試合って。さあ、やっと今ロープブレイク、カンドリーあんまり受けんじゃん。さあもう一回ダブルチョップからエルボー、バックエルボー、もうこの、あ、おっと、あっと、一瞬の隙を突いて足を取った。やっぱり技をかけ合ってるうちはいいんですけど、遊びが入ると逃しませんね。そうですね、彼女ね、付き合ってらんねえよってことですね。あっとリング中央に持っていってアキレス腱が痛め、これはリング中央歯を食いしばってどうだというこの表情ですけれども、あっとリング中央です。これは京子もちょっと逃げ場が、ロープまではかなり距離がある。うまく体を返していくと、あー、肩逆蹴りになると、これもまた危険な体勢だ。しかし、あ、これはロープブレイク。さあ、リング外、舞台はリング外ですけど、おっと、おお、京都が逃げ、おっとスライディングキック。この辺が面白いですね。井上京子はやっぱり井上京子の世界に引きずり込もうとするし、カンドリー選手はやっぱり自分の世界でやりますよね、はい、何か今その象徴的なシーンでしたよね。さあ、ご覧のように井上京子もやっぱり意地張りですからね、はい、アマレスのこのシューズ、レスリングシューズの紐を直すカンドリーですけれども、この心中はいかにといった感じですが、今リングの周り、カンドリー信者多いですね。そうですね、信者って感じですもんね。もう今日もね、勝利を信じて激を飛ばしているんでしょうけども、まあ、もちろん今日に対する、声援もですね、この武道館のお客さんたくさんいるわけですが、この喧嘩ファイトに持っていくか、お、逆にエルボーを返して、やはりこの辺りの喧嘩ファイトでは
結構井上京子選手やってますよね。はい、ええ、しますよね。井上京子選手は井上京子選手の方で、あー、時が誰か、お、お、危ない、あ、危ないぞ井上京子。いやー、すかさず腕を取って、おー、うまく体を回した。いやー、今リング中をヒヤッとしましたけれども、なんとなくでも全体的なね、この武道館のムードっていうのは、はい、井上京子がどのぐらい単独で相手に持つかって感じになってますけども、井上京子は井上京子で、神田忍はそんなに意識してないんですよね、意外と。うん、まあ、そのあたり、京子、まあ、らしさ、あ、いや、これ一つの焦点だったですね、この試合前、あっ、おっと、ジャイアントスイングをうまく返した神田、あ、もう一回行くのか、もう一回行くのか、あー、そうです、これです、いや、この試合の一つの焦点とも、体浮いてますね。回数はね、そうでもなかったんですけども、でも体の浮き方がすごかったから、はい、ご覧の表情はカンドリー、そして京子、自分自身もこれはカンドリー選手も初体験じゃないですか、抵抗感覚を失っています。当然そうでしょう、そんなことやる人いないですよね。あと、かなりこれ効いてますね。アンドリが今頭を押さえながらリング外、ちょっとインターバルを取ろうというところでしょうか。こういうなんか実践的なのがカンドリ選手ですね、はい、場外に置いてなんか呼吸取ってますよね、ちゃんとね。そうですね、当然平行感覚を取り戻すまでには多少の時間が必要だという、あれだけまあ回されるんですからね。さあ、ここまではどうでしょう、京子のペースといっても、まあ、過言ではないかもしれませんが、どっちがどっちを自分の世界に引きずり込むかがポイントですからね、はい、今もう強烈串刺しラリアット。さあ、カンドリー、まあ、この人はしかしね、どこまで劣勢になっても一発の、あーっと、このレベル差やはり受けなかった。あーっと、場内からは落とせコール。いやー、しかし京子も逃げるのが早い。うん、やっぱり早いですね、逃げるのが。うまいですね。なんだか、パワーもありますんでね、ロープまでこうぐいぐいと逃げる、この辺も京子、さすがという感じがします。うまいぞ、得意のセカンドロープをリステロ、ドロップキックを受けてしまったこのカンドリー。さあ、今度は何があるんでしょうか、ボディスラム。これエルボーやりたいところですね。さあ、そしてさあ、エルボー、しかしこれはうまく避けた、動きの大きい技、やっぱり食いません ね、 ね、あーっと、スリーパーから、あーっと、このまま振り回そうということが、あー、出ましたね。あー、しかし、あ、強化やっぱ重いですね、これね。多少重いのかもしれないですね。いつもでしたら当然スリーパーのままぐいぐいと1回転2回転といったところでしたけども、今も入ってたんですね。あっと、ちょっとブロッキー、あ、うん、おっと、京子、どうやら頸動脈一瞬にして締められてしまったんでしょうか。おっと、ここで、あ、ご覧の表情は井上京子、ちょっともうろうとした、心配ですね。お、パワーボムかな、パワーボムだ、パンチ給水の上、京子ここまでか。あ、しかしカウント 2、うん、やはり先ほどのスリーパーかなり効いてますね。そういう技の方がなんか効くんじゃないですか、神田選手の場合。イーグルさんもかなりこのスリーパーはなんとか食ったわけでしょ。はい、もうやっぱりキュッと締められちゃうんですか。もう記憶飛んじゃうとか。飛びますね。中には泡本当に入ってますね。あーっと、危ないか。あー、このうまくパーボムを返して蘇生した井上京子。しかし、あー、ロープに振って、またしてもおーっと、ロープに行く、あーっと、引き戻していった、危ない、危ない、おー、これはすごい、下から、はいはいはい、腕を取って、あ、よく研究しているのか井上京子。
まあ、今のはしょうがなくてがむしゃにしたから蹴りを入れたという、まあ、あれを食ってしまったら、まあ、もうおしまいですからね、自分のですからね、はい、腕巻き込んで、まあ、ここからはもう消耗戦になっていくのか、バックを取ってジャーマン投げっぱなし、強烈、今のは強烈投げっぱなし、こっちだって綺麗にはかけないぞというやつですかね。あでも結構日本局さんが効いてますね。そうですよね、寸前のところで逃げましたからね。あ後頭部を抑えた、今かなり痛打しましたか、投げっぱなしということで若干この受け身も取りにくかったんでしょう。あ今拳を振り上げて何があるんでしょうか。とにかく技の数では負けてはいません、この井上京子。それでもこれでもこれをやりたい、そうスタイベンゲルも入りました、ものすごい飛距離、カウンターフライバンドリー、オーライ、おっと危なかった今のは、京子選手頑張ってますね、バンドリー危ないという感じのね、転じてあっとこの辺はやはりカンドリー自分の世界に持っていきたい、しかしあっとラップキック、ミサイルキック、もう一回いきますか、もう一発いった、ミサイルキック、あっとくの字だ、上体くの字、このぐらいじゃカンドリー選手前全然参らないんじゃないかなという気がします。そうでしょうか、カウントはオンライン、おおヒヤヒヤしました、いや思わずこちらでも飛び上がってしまったイーグル選手ハンドリーかなり攻め込まれてますよ、あちょっとでも分かんないですから、カンドリーさんの場合はナイアガラか、ナイアガラドライバーか、最後の大技ナイアガラドライバーを巻き返した、おおおっと、あーしかしあーっとエルボー行けた、強固にも意地がある、ものすごい試合になってきた、ものすごい消耗戦になってきた、危ない、あーっ脇がうまい、うまい返した、うまいぞ強固、うまい、すごいですね、いや今ちょっとカンドリがあれっていう表情を今したような感じがしますけども、あーっと素晴らしい、いや関節を取らせません、研究してますね、よく研究してますね、うまいことを持っていけないじゃないですか、カンドリーもおそらくこういった経験はなかなか初めてなんじゃないですか、いつどこでカンドリーさんが関節が出るか分からない、まあ、最後にね一発キュッとのありますからね、あーっと危ない危ない、あーっとタイガードライバー、危ない危ない危ない、カンドリーのフィニッシュホールド、まず一つ京子はクリアしていきました。さあここで、あかなりグロッキー状態、ここからが怖い、カンドリーだ、あーしかしうまい、こうやって返した、秋固め初めて言いましたけれども、すごい景気してますね、あーしかし危ないぞ危ないぞ、まだまだカンドリーの関節地獄はまだ終わりません、あなあこれもうまい、すべて返して京子、あっと逆に固めていった、危ない、いや意外とこういった固め技のフィニッシュというのもありえますからね、この試合、そうですね、回転物もありえるかもしれないね、あーっとラリアット、あーあーそしてナイアガラ、ナイ、おお投げっぱなし、思いっきり投げ飛ばしました、カウントに危うし、カウントに危うし、危ない、カウントはカウント2、見えましたよね、危ない危ないぞ、カウンター、あーっとあーやられた、これはもうダメか、バンジーキュー、おー危ない、いやバンジーキューですかと思いました、あーもう一回、あーこれあーまずいな、あーこっちも入った、こっちも完全に入った、完全に入った、あーもうダメでしょう、おあーもうダメでしょう、おーリングの中央だったんですからね、今ねですね、いやしかしもう一回いきますか、あとはこれは藤原直伝か、藤原直伝のこれか、これは足取り、あ危ない、決まった、
イーグル選手どうでしたか、はい、いやこんなに京子選手が関節対して粘るなんて思ってもなかったんで、パワーもあるしそういうテクニックもすごいですね、パフォーマンスはあるし、ね、今度またシングルかなんかでやりたいんじゃないですか、イーグル選手。そうですね、いろんな人と当たっていきたいですね。あ、そうですか、すごいですね。しかし神谷さんびっくりしたんじゃないですか。あんなの本当スリングでしたね、はい、内容の濃い一戦でしたよね。あ、本当に見どころ十分。苦しい試合を制しました神取忍選手です、おめでとうございます。非常に苦しかったんじゃないですか。最初に大きいのもらってたからね、あれでちょっときつかったけど、最後は逃げる井上京子を捕まえて、うん、藤原選手直伝の腹固め。そうだね、あれしかないって狙ってたんですか。チャンスがあればきっとチャンス出てくると思ったから。素晴らしいタイミングで入りましたけどね、まあ、向こうもそれなりに研究した面あったし、まあその辺で。どうでした井上京子選手の感じは。どんなもんなのかな、まあ見ての通りじゃないかな。他に戦ってみたい選手っていうのをまたここで聞いていいですか。え、そんなも当たり前のこと聞くんじゃねえよ、はい、というコメントが返ってきてしまいました。見事に神取忍選手が制しています。ファンの皆さん、今度は絶対勝ちますんで、でも一つ言えることはやっぱり武道館でこんなね大きい会場で本当に試合ができるっていうか、もうあのリングに立てることがすごい、なんだろうな、すごい嬉しかったっていうか、勝ち負けっていうか負けたんだけど、わかる、なんかやったなっていうか、そういうなんか充実感みたいながあるんで、これにまた勝ち負けはやっぱ今度はおまけとして勝ちたいなみたいな。でもまあ力いっぱいやって負けたんだからしょうがないなね、また今度勝ちたいと思います。すごかったですね、やっぱり負けたんだから私があっちが強いってことだよね。また勉強をし直します。最後に言っとくけど絶対負ける相手じゃないと思ってるからそれだけ。ありがとうございました。